近来た。足しびれたら地面の足のしびれ強力最高かってそれは。だから3番目に好きって言ってんじゃんよ。うん、まそれはそう、譲らねえかな。ジジさんの足と顔面のダップが欲しい。そう、そういうのもリクエストしてもらえたら取れるので。家はもう取れそう。そうだよ、遅い。でもまたあるかもしんない、もしかしたら。明日の朝お宅みんなで足つぼうな朝限定じゃん。自分もリア友とね、今日も見てよ、あれ嬉しかった。バズ見たか。そう、頑張った、人生初。しかもなんだっけ、そう、私ね唯一友達が2人だけいるんですよ、こう見えて。友達が2人だけいて、で友達が2人だけいてっていうか、その友達が2人しかいないんですけど、その2人の友達だけはもう本当にすごくすごく仲良しです。その3人が親友、自分含めその2人の友達と私親友なんですよ。伝わるかななんですけど、そのバズリズムのちゃんと出るから見てねって言って、ちゃんとね、みんな見てくれた。2人だけだけど見てね。しかもその友達もバンジージャンプに挑戦してて、その動画送ってもらったらもう3秒で飛んでたの。群馬だっけ、どっかのあの橋のとこから落ちるやつを。嘘でしょって思って。しかももう一人はその25歳の間に飛びたいんだっていう話をしてたから、たまたま、じゃあ行こうねってなったの。3人で行こうねって。でもジュリともう一人の子はもう見てるだけだけどっていう。うん、悪天て、舞香ちゃんが悪先生いつもチャチャさんかじいさんばっか見てるか目はないって言われたの。社長さん早く足しびれてください。しびれて泣いて。メガネ新しく買ってんけど、そのメガネがのび太くんのメガネっぽいのか。いいじゃん、丸。悪天てわい、ジラちゃんのことめっちゃ、え、ね、今日これからめっちゃ見てたよね。ジラちゃんマジかっけえって思いながら見てたでしょ。ありがとう。てか友達が羽生のキャラクターイベント、え、それはすごすぎる。お友達いるんだね。そう、お友達が2人だけいるの。でもその2人がいれば十分なぐらい、ちっちゃい頃からねずっと仲良しの2人、3人で遊んだりとか、成人式もその子2人3人で行ったりとか。友達2人だけ寂しい。いやでもほんと2人いればいいのよ。じいちゃんの友達になるにはどんな条件がある、なんだろう。こんな性格でも大丈夫なこと。3秒もないぐらいにほんと立った瞬間3、2、1で飛んでたから、なんだこいつはと思って。僕はじいちゃんしか見てないの。そうで、もう君しか見えないってやつ。じいちゃんもおむつしてたらもう絶対一生無理です。なぜ一緒に飛ばんも無理、あれの恐怖は無理だし、もっと高いとこだったから。3メートルとかだったらいいよ。ひだまめたんたん、こんばんざい、こんばんざい、ありがとう。あ、より先にジリちゃん見てたかもな、友達だかわいい。そうで、あっちとかもしれない。5人兄弟と遊う。そうそう、ジリ私、ジリ私、私5人兄弟なの。真ん中っ子です。親友いるのいいね。そう、でもあれのタナシュンでいう星くんとかさ、なんで柏もうちくんみたいな感じじゃないかな。最終持っててガン見してますでしょ。わ、今日の声からジュアちゃんバチバチにかっこいいじゃんって、アックテンテが惚れた顔して見てるのを見てた。聞いてお腹やばい。え、なになに、痛い、いっぱい。 MC の時じいちゃん見てて笑うと、あ、今俺と目が合ったなって判断基準そこ笑う。じいちゃんしか見えんだよ、君しか見えない。
兄弟より友達の方が好き。ワロタ確かにそうじゃん。3メートルバンジーとかなんかこうピョンって飛ぶだけ。5人の真ん中なん、そう5人の真ん中っ子なの。何も食えん。エジーね、全然割といけるよ。あの2人とは敵。え、なんで？ジーしか勝たん、なりたい人生。昔はなの？今現在進行形象パンダ。え、めちゃめちゃに最高だった。マジマト惚れた顔はしてないけどね。惚れてたよ。もう僕も君しか見えません。本当かしら。そう、今日ね、なんと声からのセンターをやらせてもらったので、バチバチに緊張してました。超緊張してました。手やジレしか見えない。それはバチバチの嘘じゃん。ただしのはジレちゃんだけやろ。バレた？あれ疑うやん。あれ疑ってないもん。だって心ないんだろ。なんの？岩井キング、こんばんざい。ありがとう。寝る、寝ていくってこと？頑張ってね。感想つかさまばりに世界映って感出た感じした。やったね。緊張した。本当に緊張した。こんな今笑ってるけど、実際マジ緊張しすぎてやばかった。卵の黄身と白身どっちが好き？俺は黄身が好きだよってやつやってみたい。あー、いいよ。あ、長浜寝るね。前髪でもこうしないとでしょ。それはないけどさ、声枯れそう。バチバチに緊張してたからやばかった。あーはきつい。言ってよ今度。とりあえず全部2019ね、本当に置いてきましょう。バイトでさ休んだんかい。疲れや、疲れ様や。やばい、あくび出ちゃう。バイト先今日店やってなかったの。でもだって今どこのお店も全然やってないでしょ。今日 TikTok 見てたらそんなネタの動画流れて、あ、そういうことね。緊張で転ばさ、今日転んでないよ。足はつってるけどね。配信中に。まあそんな感じね、ウィークリー10位以内入れてますようにっていう、もうあと祈るだけしかないからさ。みんなたくさん本当にありがとうございました。またね、色の時みたいにリリーベが帰ってくるかもしれないし、帰ってこないかもしれないし、そこは分からないけどね。これだからケースのとか。わろた観覧車、高木さんとジーササで一緒に乗りたいわね。乗りたいね。それは楽しそうじゃん。終わる気か。え画面に大好きも言ったら、あんたはジリさんでしょって言われたんですが、何ですか。そういうことです。あっという間のリリーベ期間だったけどね。そう、リリーベでしかできない特典とかがあるから、やっぱそれはね、一緒に嬉しかったです。そんな感じで、明日配信するのでお会いしましょう。もうちょっと光らないネタ探してきます。引いてないって。リリーベ5回、え、5回だけだったんだね。イワキング、お疲れ様でした。ありがとう。アリキング、今までなんだよね。
ふときどたん、おっちゃん、成田さんありがとう。昨日の写真も本当にありがとう。タラトラさんお疲れ様、ありがとう。次いつかね会えるの。ボンドウッズありがとう。また来てよ。お疲れ様、アクテンってありがとう。キョウちゃんおつありがとう。配信ありがとう。ね、足づら用意する。マイスピーお疲れ様、ありがとう。ジュースおやすみなさい。タラシおやすみ。コメント見直した自分でひバルタお疲れ様でした。次ね、いつカフェオレに会えるの。早く会いたいね。おやすおやす。じいちゃんまたね、またね。パパおやすみ。またね、次だよ。お疲れ様でした。チーするから、そう。で、ごくごくするね。一日幸せでした。クロスタイス。ということで、今日もありがとうございました。